じゃあじゃんけんお願いします。はい、ではこのままです。立ち位置このまま先行ギル高校サム8の4本です。いきましょう。先行ギル高校サムレディファイ。Yeah、 まずはこの大舞台に立ってることに敬意。 Yeah、 重たい荷物の分でかいライトが似合ってくるだろう。確かな重圧を感じる、それに生きてる心地も感じる。2年間の空白今日の一瞬で塗りつぶしに来た。いや、確かに宇都宮の駅前でやってたラップが今は武道館最高だて。ここの戦国には夢がある、しかも相手がギルなら腕が鳴る。覚悟を持っての殴り込み、ローカル MC ならさらしくてってわけにはいかねえけど。いや、福島の看板今じゃ都落ち。いや、どこぞの看板そんなもんは俺はもう捨てた。今福島の看板は俺の後輩たちが育ててるんだ。背中は夢を語るもんじゃねえ、夢を見せるもんだぜ。それで歴史が出来上がってく、主人公気取れねえ、ファック。いや、俺はまだバカだからな、夢を見せるんじゃなくてここで夢を見てたいんだぜ。レペゼン2のアゲンだぜ、叫んじゃねえ、現役なめんじゃねえ。俺も夢を追う道の途中、だからこそ意味を持つ、俺が生き残る、飛ばす耳の奥、日々踊れ、俺のライブに息を飲む、首を切り落とす。俺は看板を譲ったってだけで俺だって今なお現役だぜ。現役ジャニーラッパーがなんでこの場所、この日本の足見えねえのかボーイ。いや、今の看板それよりもこの場所で自分なりの言葉、俺の色を言ってけ、武道館に落とし込むだけぜ。俺は自分を背負ってる、その上で栃木を背負ってる、それは間違いがねえ。いや、自分を背負ってる。じゃあ戦国優勝した後の2年間制作しねえで何やってたんすか。前回の戦国から結局減速して制作に精出すことやめた低堕落な先輩を俺がライムでめった刺す。天高く飛び上がる俺はデンジャラス。お前は俺の活動を一体どの街からどの目線で見てたんだよ。俺は指先を駆使しビートを生んでバイナルを買って自分のリリックを書いて、そいつを今温め、ようやく日の目見えそうになってきた瞬間にまた爆発させるため、この俺の看板見定めるぜ。いや、日の目が見えそうになってきた、ここで結果出してなきゃやってねえのと同じだぜ。俺はそれをこの間の戦国で呂布さんから終わった、教わった、だから負けてたまっか。止まれねえ俺のこの頭回転してるぜ。昔から見てたよ福島の白い悪魔、確かに顔面は白が似合う、だけど今日のステージじゃ後ろが似合う。終了です。ナイス。それでは審査員の皆さんにジャッジをお願いしたいと思います。先攻がギル、後攻がサムです。レディジャッジ。後攻勝者サム、両者にでっかい拍手を送ってください。ありがとうございます。それでは第6試合いきましょう。1人目はこちらです。カリスマに余計な武器は必要ない。その笑顔に騙されたら最後、相手は全てを奪われる。ある時は道化師、ある時は主役、自在に姿を変える八面相。彼の皮が一枚めくれるたびに誰も知らない何かが起こる。スマイリージョーカースクリュー。はい、スクリューやってまいりました。それではスクリューの相手はどなたでしょうか。こちら。バトルシーンにおいて現役最大の盾役者、この称号に誰もが納得する。その存在、圧倒的なまでに冷徹、決して揺らぐことはない自らへの自信が相手 MC の全てを否定する。彼に負けるのは当然、勝てば勲章、王者にさせてやった奴らに次ぐ。貸してたベルトを返してもらうぞ。鋼鉄の心臓、緑風船カルマ。
両布線カルマ、こちらお願いいたします。それでは2人でやってまいりましたので聞きましょう。 DJ セロリ。バックヤードリポート、今度はギルさんに来てもらいました。よろしくお願いします。ギルさん、ご無沙汰っすね。ご無沙汰です。バトル久しぶりですか？2年ぶりです、ね、あ、2年ぶり。それこそ戦国何章だったかなが最後で、はい、が最後。いやー、なんか変な話、実感がないんですけど、すごいことですよね、うん、すごいことですよ。あんまり武道館でやる神聖な場所っていうイメージがあったんで、うん、これこういう場所にシラフで来るの初めてで、今日シラフなんですか？今日シラフなんですよ。だから多分すごい絡みづらいと思うんですけど。いつもそんなベロベロなんですか？ベロベロまではいかないですけど、ちょっと飲んでる、ちょっと、はい、たしなんで来るのが普通だったんで、すごく変な気持ちですね。じゃあいつもの MC バトル過去出てる時って多少やっぱ飲んでる？飲んで、はい、で間もし勝ったりしても間飲んでるんで、結構決勝とかまで行くと割とベロベロっすね。いや、ベロベロであんな硬いラップしてるんですか？俺も戦ったことあるけど、飲んでる雰囲気ゼロだったんですけど。じゃあそんなギルさん、1回戦、サムですね。はい。サムさん、どうですか？印象というか。初めてですね。私、結構何回か同じ大会に合わせたことがあって、うん、まあ、やっぱすごく、ライミングっていうか、韻が硬いイメージですよね。で、まあ、最近俺、ああいうのできないので、最近もうだ、特に用意してきてないって心持ちと、もう目の前で来たものをやっていくみたいな。あ、そうですね、はい、それがどう転ぶかみたいな。結構本当ある意味でトップオブザヘッド、完全に即興でいくよっていう、はい、心境的にもスキル的にも即興の勝負だみたいなのつもりですよ、自分は。いいですね。まあギルはやっぱり手堅く強いというイメージがあって、変なこともしないし、かといってあんまりこうなんて言うんだろうな、勝ちに貪欲というよりは負けないように戦ってるってイメージもあるので、今日も多分それがそのサムにもうまくいくんじゃないかなと思うんですけど、まあぜひ頑張ってもらいたいです。まあ、こんなすごい大舞台の時に、まあ、呼んでもらってすごく感謝してますし、戦国 MC バトルに改めて敬意を、まあ、せっかく呼んでもらったんで、まあ、自分のベストというかできること、まあ、全部表現できたらいいなと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、では、戦国ね、試合前ですけど、ちょっとインタビューでサムに来ていただいてます。ウィウィ。今日はどんなこの武道館を、だってサムにだけ超適当なチャンネルで、まあね、今回あの武道館を踏まえてですけど、どういう心境ですか？まあ、やっぱり僕たちソーシャルディスタンスエンジェルはデビルナイトメア屈しないその力、シャイニングユートピア、あれに力を授けたまえ。あ、なんかめちゃくちゃこんな光栄な機会をいただいたけど、しっかり優勝する気で来たって言ってます。ちなみにだけど、あの対戦相手の今回ギルさん、どうですか？いや、やはりですね、UMB やっぱ平日だった頃からあのステージになっていらっしゃった方なんで、私裏ですごい優しいから。ギルさん優しいよね。優しいし謙虚だし、腰低いじゃん。今日どうしようと思って、ちょっとやっぱ傷つけ合うのってよくないよね、基本的に。でもしょうがないよ、出たんだから。本当にしょうがないのかな。思い始めてあ、じゃあ武道館でいろいろ革命を起こそうとしてるの？その人を傷つける定義を変えるバトルを今日生み出そうとして。いや、俺はデビル、はい、デビルサムです。めちゃくちゃディスっていくそうですので、最後にね、戦国 MC バトルについて一言いただけたら。戦国の、吉田さん、当日まで物販やるか否かの連絡とか、駐車場を使うかどうかの連絡を当日まで無視してすいませんでした。イエー、 DJ インタビューセロリに来てもらいました。どうも。さあ、ついに武道館大会なんですが、はいはいはい、どうですか、戦国の DJ やってきて武道館。いやね、何度も戦国出させていただいて、はい、やっぱりもうなんつうのかな、ここまで来たかと言った、ね、感じで身の引き締まる思いで、はい、今います。
はい、そんな戦国武道館の大会で、うん、バトル DJ するにあたって心構えとかこうなんとか気持ちなんかはどんな感じですか？そうですね、まあ本当ね今回はいろいろと DJ 陣でも話し合いも重ねたりして、本当いい勝負を演出できるような、うん、話し合いも重ねてきたもんで、もうね準備はバッチリなんで、あのね柳田系にもペコにも話聞いたんだけど、うん、みんながそう言うんだ、今日のバトルビーツはやばいことになりそうだね。楽しみにして、間違いない、うん、はい、じゃあね最後戦国を見てるみんな、はい、そして戦国 MC バトルに一言お願いします。はい、ミスタービーツ AK DJ セロリです。武道館、戦国 MC バトル24勝バッチリ務めさせていただきます。よろしくお願いします。イエー、DJ セロリでした。よろしくお願いします。